とっても楽です。電動キックボードよく街中で走っているスクーターと同じようなね、原動機付き自転車という扱いなので、これを日本で乗ろうとした時に、ナンバーを申請して、そしてウインカーをつけて、そしてヘルメットをかぶらなければこれ使えないということなんですね。海外ではこうしたものは街で普通に使われているわけですが、日本ではそうした大変煩雑な手続き等々も必要になってくるので、この規制の緩和をしていくということで、いろんなソリューションになっていくのではないかということで、新規の提案もいたしました。